はい、おはようございます。8時になりました。今日もインスタライブを始めたいと思います。まだ誰も来ていないんですけれども、今日はですね、少しずつ来てくださいました。ありがとうございます。皆さんありがとうございます。おはようございます。今日もいい天気ですよね。ね、本当にちょっと後ろの、壁が見えるようにちょっと映してみました。あ、皆さんおはようございます。あ、すごい嬉しい。続々とっていう感じで、はい、ありがとうございます。今日ですね、さっき直前に LINE とかメルマガを流したんですけれども、今日お話ししたいことは、夢を実現する私がしてきた方法っていうのをちょっとお話しさせていただこうかなと思っています。で、これは、お菓子教室とかお菓子の販売をこれからしたい人、もしくは今している方に向けて、私の経験を主にね、お話をしていけたらいいなと思います。あ、おはようございます。ありがとうございます。皆さん、あ、奥山さんもちょっと恥ずかしいですね。ありがとうございます。こんなに私ね、お菓子教室11年させていただいてて、今なんとなくちょっと自分のやりたいことができてきたなと思っているんですよね。はい。で、それはどんなふうにしてきたかなっていうのをちょっとお話しできたらいいなと思ってるんですけど、 まあよく言うのは、1つ、私多分4つぐらい今日は喋りたいんですけど、1つが、まあ、諦めないってことですね。まあでもね、諦めてきたことはいっぱいあるんですが、でもなんか昨日私メルマガもやっぱりいろいろ撮ってて、動画もいろんな人の、まあ、見てるんですけど、日本で一番のマーケッターって言われる神田正則先生がこうお話してたのが、トーマス・エジソンが言ってますと、人間の一番の弱点は諦めることだっておっしゃってたそうなんで、まあ、諦めなかったらいつかそれが叶うよっていう話を聞きますよね。だからね、諦めないっていう心をまずはちょっと持っておきますね。で、もう、2つ目がですね、良い環境に身を置いていただけたらいいなと思います。私はですね、だから、まあ、コンサルの先生についたんですけど、そのコンサルの先生が仲間をすごいね、大事に、仲間を大事にして、その中でみんなで上がっていこうという感じだったので、それが私にはね、バッチリハマりましたね。私多分すごく人とのつながりが好きなんですよね。なので、その横のつながりを初めて経験しました。そのお菓子教室の先生って結構ね、孤独なんですよね。そうなん、なんかあんまり人には相談できないし、やっぱりこうプライドとかもね、あるし、できないって言えないしとか、いろいろあって、横のつながりがなかなかできないのが、それができたのが本当に嬉しかって、なんかその中でみんなで頑張ろうっていうのがすごい、頑張れた一つの要因ではあります。で、私結構話すんの早いから、あっという間に終わりそうかも。 まあいいや。で、ですね、もう一つ大きいことが、なりたい自分になると決めることだった気がします。私がですね、ある時にちょっと関東に出張に行きたいなと思ったんですよね。関東に出張、まあ、東京に出張って言うとかっこいいじゃないですか。なので、東京とか関東に行けるようになりたいって決めて、で、決めたらなるよって言われたので、行くって決めました。だから、行くって決めたら次どうします？決めたら、どこで何を開催するとかをちゃんと決めていくんですよね。で、どこでしようって思うわけですよ。東京に行ってレッスンしたいって思って、まず場所を探したり、なんだろう、場所を探しますよね、できるところ。で、できるところを見つけるんですけど、やっぱりね、高いんですよね。なので、私は、ありがたいことに埼玉に昔住んでいたので、埼玉の、そういえば公民館とかで、なんかお料理みんなで作ったことあるなと思って、公民館を探しました。
で、ウエストプラザっていうの皆さん知ってるかな。あー、カシュケットさんありがとうございます。ラジオ代わりに聞いてくださっててありがとうございます皆さん。で、埼玉の公民館を調べて、でもねやっぱりね、お菓子教室お菓子やるってオーブンとか器具がどんだけあるかっていうのがすごい大事ですよね。だから一回多分下見に行ってます。でそれを何か、絡ませて、行くようにしました。で一回埼玉に行きます、公民館で下調べしてできるなって、できる範囲のことをしようと思ったんですよね。でもまあまあ結構盛大にやったんですけど、焼き菓子で上にグラスアローを乗せるやつと、なんか鶏ハムサラダとかなんかパン買って行ってみたいなをやりました。あ、埼玉に住んでたことがあるんですね、コテちゃんさんね、懐かしいですか。あ、埼玉に住んでます、なんか嬉しい。あ、そうかそうか、そうなんですよ。で、そうウエストプラザ桜区にあるね、ウエストプラザで一回開催しようと計画してやりました。で、まあ、埼玉の本当にありがたい友人も来てくれたり、そこでどうやってつながってたんかな、なんか、そうだ、つながりの人ばっかり来ていただきました、結局は。その時はでそれを一回ね発表したんですよね。埼玉でやりました、で関東でやりましたって言ったら、多分検索で引っかかったのかな、そっから知らない人から連絡が入ってくるんですよ。そうで、先生レッスンしていただけませんかみたいな連絡が入って行くことができました。はい、すごい、皆さんありがとうございます。はい、うまうまさんも、はい、ありがとうございます。川崎から東浦和に引っ越しました。東浦和もね、動物園めちゃくちゃ行きました。は嬉しいですね、皆さんね、はい、皆さんありがとうございます。だからね、一回なんていうか、全部もう全部自費っていうか、もう全く赤でいいから、一回やっちゃうとそれが実績になって次のステップが踏めるなと思ったんですよ。だからあれはね、行ってよかった。で次に、東京で開催しようと思って、もう埼玉じゃなくて東京で開催しようと思って、すごい場所探したんですけど、東京本当に高い、だからどう組み立てようかなと思ったんですけど、まあ高子先生が言ったら、もう箔をつけるために青山でやれって言って青山の、レッスン場を借りてやろうと計画してました。もうほとんど予約も、見学の予約も取ってましたし、2つぐらいね、青山ともうちょっと近いのかな、予約してたんですけど、ちょうどねコロナになったんですよね。なのでもうちょっと様子を見てたんですけど、なかなか体験レッスン、違う対面レッスンもねやりにくくなったし、オンラインで展開するっていう方向になりました。だけど結局は私は関東に、生徒さんができたわけですよ。そしたらオンラインになった時に、その生徒さんがオンライン来てくれたわけですよね。だからすごいねつながってるんですね。一個やろうって決めたら、やもうねどうなろうがやったらいいと思いますやったらそこからつながりができて、次々っていう展開になっていくなと思っているので、ぜひねやろうと決めてください。で一歩動き出すと次いきます。で私はですね、何年か前、2年ぐらい前に、私は毎年フランスに行くぞって決めたんですよ。で、あ、ちょうどコロナの前、それもフランスに行くぞと決めて行こうと思ったコロナになったんで、でもやっと開けたんで今年だから行ってきます。でこのフランスに行くって言ったら、時間とお金さえ投資すれば行ける話なので難しくないと思いました。だからね、決めて行くだけですね。でまた行ったら次の展開が始まりますので、で私は幸いなことに、21時のお菓子の部屋っていうところで、奥山シェフっていうフランスにすごい精通されている素晴らしいシェフと、あと若葉先生もフランスすごい精通されているので、一緒に行ってくださるっていうめちゃくちゃ恵まれた環境で、今年はフランス9月に行ってきます。ぜひそれもライブさせていただこうかなと
思っています。ということで8時10分ですね。私ね、なんとね、今日ね、今から横浜に行きます。でちょっとおしゃれしてるんですけど、もう新幹線間に合わないと思いながら、はい、今日も、このカードですね、高橋孝子先生の名言カードを1枚引いてみようかなと思います。誰か、じゃあこの中で橋とか誰かピッて最初に言った人、どこにしよう、どれか1枚、みんな、じゃあ気をつけてください、ありがとうございます。じゃあちょっと端っこ、この辺ね、よし、じゃんじゃん、今日の言葉です。言い訳、ちょっと待ってね、言い訳言葉封印、でもだってっていう言葉も封印です。ごめん、スイッチミさん、右端な、中指の上、すいません、ロ、あれやね、時差があるからね、ちょっともう引いてしまいました。はい、言い訳封印ですよ。でもだってを封印してください。今日は言い訳しない人生を選択するだけで夢が叶う速度は10倍増しですね。はい、言い訳しない人生はを選択するだけで夢が叶う速度は10倍増しね、10倍増しっていうことで、すごい今日のテーマに合ってたなと思います。ぜひ今日は、言い訳しないで、言ってください。あ、すごい、言い訳封印します、素晴らしいです。はい、ということでですね、今日も皆さん元気に一日お過ごしください。はい、あ、みんな言い訳しないっていう宣言してくださいました。はい、またね、明日もやろうと思うんですけど、明日はなんと、ルミちゃん先生と8時15分からルミ、カオルミトーク YouTube ライブがあるので、その前にやっぱりでもやります、あのこのインスタライブね。はい、カブリさん、私は今朝絶対にうまくいくでした。おお、このカードをプレゼントさせていただいたんですけど、毎日引いてくださってるようです。はい、ダブル K さん、言い訳しないで頑張ります。みんないいですね、もうみんなこれで10倍増しでいきましょう。はい、ということで、今日はこの辺で終わりたいと思います。あ、皆さん宣言すごい嬉しい、もう終われないわ、言い訳分かります、言う人とは話しません。あ、すごいいいと思います。マキコさんも言い訳しません。皆さん、じゃあ言い訳しないのを今日するけど、ちょっと長続きして、1ヶ月頑張ってみてください。私がライブ頑張ってる限り、この言い訳しませんを頑張ってみてください。はい、ということで本当に終わります。ありがとうございます。